例えば65メーター必要だと。でもこれざっくり測ってるから63メーターかもしれないですね。これで測ってみて、実寸で測ってどれくらい誤差が出るかやってみたいと思います。お疲れ様です、今日は配管部品 .com 案件第3弾。今回はデンさん、今の会社名はジェフコムなんですけども、ジェフコムさんが出しているケーブルデジタルメジャーってやつです。これは何かと言いますと、単純にケーブルの長さを測れるっていうね、画期的なものです。で、そして前回の動画でもお知らせしてるんですけども、配管部品 .com とは何なのかということで、グローバルさんが運営している、ネット通販サイトのようなものですね、電気、水道、設備などいろいろなものを取り揃えておりまして、皆さんが普段買い物されるアマゾンなどで想像してもらうと分かりやすいんですけども、それのね、僕ら職人に特化したもので、今年から電気のねバイヤーさんが専属でついたってことなんで、より電気用品を多く品揃えを揃えれるってことなんで、電気業界の僕に依頼が来て少しでも広まるように宣伝を協力させてもらっている形でございます。お得な割引とかね、いろいろありますので、またそれは動画の最後にでもお伝えします。ではメインの商品に行きたいんですけども、これです。でね、どのような時に使うかですね。ちょっといいですかね。うちの会社の倉庫になるんですけども、例えば工場の改修工事を請け負いましたと。で、 VCTF0754 芯が 70m 必要だとかね、現場によってあると思うんですけども、こう見てもらったらように在庫というんですかね、余った電線とかいろいろあって使われへんかった電線などがあります。そういうのもね、結構皆さんね流用されて使っていった方がいいと思うんで使うんですけども、何メーターか分かんないですよね。例えばね、20メーターぐらい欲しいんですけど、どれがいいか。これでいこうか。これでいきましょう。075の2芯が20メーター現場で必要だと。で、これ、今までね、皆さんどうされてますかね。多分ですけど、僕は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。44。65巻きやから 65m とかかなとか、この巻きのね、だいたい 1m でしょ、だいたい1巻き 1m やから単純に65かけて 65m かなっていうことで、一番いいのは伸ばして測るのがいいんですけど、ざっくり測ったりっていうやり方かなと思うんですけど、あややんはどうですか。同じですね。同じですよね。多分電気屋さんみんなそうなのかなということで、でもね、シビアな時ね、例えば 65m 必要だと。でもこれざっくり測ってるから 63m かもしれないしね、そうなんですよ。そんな時に正確に測れたらいいですよね。そうですね。今日はあややにこの使い方を僕から教えようと思って、僕も素人なんですけどね。まず、先端どっちか出してください。頭を出すんですね。はい。頭ですね。はい、でも分かりやすく10センチぐらい向いてくれますか。大体9ぐらい。向きました。向きました。はい。そしたら適当に向いてください。頭を向いてですか。はい。で、新鮮な感じですね。はい。はい、で、静電気防止のために、はい、この裏でここに当ててもらって静電気を除去。あ、いっぱい当てるんですか。はい、こうやって OK。 はい、そしたらこれどっちでもいいかな、当てるときと当てないときとあると思うんでね。あ、先端が違うんですね。そうなんですよ。これをつけてもらって、はい、電源を入れましょう。これですね。そうですね。これは長押しですか。長押しですね。長押しですね。で、このね、選手が選べるんですよ。レンナを選んで、はい、一芯ずつセットしてください。これを挟めばいいんですね。はい、ワニ口グリップをこっちと、はい、挟みました。オンでした。挟んだらオンにしてスタートしたら 63.8m という結果が出ました。まあ、計算したのとほぼ一緒。ほぼ一緒。10センチ単位は出るんですね、今のね。そうですね。もうちょっと短い電線で、本当にこの数値が合ってるのか、ね、やってみましょうか。みたいですね。で、同じくこれも075の、4芯になるんですけど、これで測ってみて、実寸で測ってどれぐらい誤差が出るかやってみたいと思います。お願いします。じゃあ測定します。さあ、9.9m。さあ、結果はいかに。測ってみましょうか。はい。ここでもね、今皆さん、5m になりました。で、0地点僕持ちますわ。はい、僕ください。お願いします。あ、向いて外装がかぶってるとこで 4.9 なんで 9.9m。 先端までで 10m。 おお、
これはまあ信用して使えるということで長さもバッチリでした。いけますね、はい、ちなみに測定範囲が 5m から 300m のものであればいけると。300までいけるんですか。はい、かなりいけますね。で連続使用時間が8時間でですね、ここに載ってない電線帽子、これテレビとかかな、 CV とかですね、うんうん、ここに書いてあるんですね。VVF1.6 から 2.6 VCTF0.75 から 2.0 同軸の 3C から 5C 600VCV の 5.5 から 325。 ここに載ってないやつだったら HP とかそういうものですかね。 HP とか、あとはまあ同軸やったら 7C とかなるのかね。うん、はい、ここに載ってない電線を扱われる電気屋さんも多いですよね。 HP とかね、そうですね、 AE とか、うん、まあいろいろあるんかな。で今電子ボタン電話用ケーブル、電話線ってやつですね、まあ、この電話線を測りたいと。測るにはこの電線を登録するんですね。おじゃあ、あややん、これ 11m で切ってください。これを 11m でバッチリ 11m になります。っていうのはユーザー登録ってできるんですけど、 10m 以上から登録できるらしいんですね。 10m 以上で1回データを出して、それを登録して次分かるみたいな感じらしいです。あやん、 11m で切って 6m でも切っておいてくれます。 11m と 6m、 はいはい、はい、ユーザー登録モードっていうのをやってみましょう。これ今電話線をちょうど 11m ですね、 11m バッチリで取って切ってもらいました。でいつも通りこのクランプを挟むと、挟んでこのユーザー1っていうね、ちょっと見えるかなこれカメラで、うん、表示のとこでこのいつも通りモードを選ぶ画面で VCDF 5CCV でユーザー1、まあ、これは皆さんが自分で決めてください。ユーザー1は電話線とかどっかにメモしとかなダメでしょうね。今日はユーザー1を電話線にします。ここでオン押して、でこれは挟んでいます。この状態でモードを長押しならセットするかキャンセルするかって出てくるんで、セットスタートでセットならこれを何メートルか手動で入れてあげます。手動で11メーターとなりました。そしたらオン押したらセーブって出ますから、セーブしました。うん、今11メートル出ましたね。ってことでこれでユーザーモードで電話線が登録されたので、これ6メーターの同じ電話線です。要するにさっきのが基準電線ってやつになるんですね。ユーザー1を押してオンスタート 5.9m、 まあまあほぼほぼ 6m ということです。はい、ということで、あのデジタルケーブルメジャーのご紹介でした。テルコムさんの商品 DMJ301A となります。まあ、こちらの価格や詳細などは画像などで載せておきます。ということで、配管部品 .com さんの動画参考やらせてもらったんですけども、いかがだったでしょうか。またいろいろご縁があれば他の商品も紹介したいと思いますので、こんな商品が見たいとかあれば、ぜひコメントなどで書いてください。で最後に、前回も言ってるんですけども、あの LINE をグローバルさんと友達登録してもらうと、秘密のキーワードを入れてもらうことで電気業界を明るく楽しくと入れてください。まだテロップで入れておきます。そしたら1000円オフクーポンが発行されるので、ぜひそれを使ってもらったら少しでもお安く購入できるのでいいのかなと思います。でちなみに、あの今回出した3本の動画はこの動画のために、在庫を増やしているみたいなので、まあ、品切れになることはないと思うので、もし気に入ればどんどん発注してもらえればすぐ手に入ると思います。まあそんな感じで、いろいろ動画やってみました。また今後も商品紹介から電気工事のノウハウなどやっていきますので、よろしくお願いいたします。言い忘れてました。配管部品 .com さんでは 5m、 こっちが 20m か 10m、 この VVF の切り売りというか短尺の販売もやってて、今そっちにも力入れてるみたいなんで、ちょっとだけ電線欲しいよって人はこういうのね買ってみてください。まあ、電気工事士のテストを受ける人とかねいいかもしれないですね。エアコン1台だけつけると、そんな感じで、いろんなもの売ってますんで、キャンペーンなどもやってます。見に行ってください。配管部品 .com のご提供でした。ありがとうございました。1台やったら何か活躍するんで、今までずっとレンタルでしのいでる人買ってもいいんじゃないかなっていう話でした。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。